ホンダ新型アコードハイブリッド VS マツダアテンザディーゼルどっちが買い？徹底比較233。新型アコードハイブリッド VS マツダアテンザディーゼル動力性能対決。一方、運転感覚、特に動力性能は全く違う。新型アコードハイブリッドの機能はモーター駆動が基本。エンジンがホイールを直接駆動するのは高速の巡航時だけだ。大半はエンジンの力で発電機を作動させ、そこで生み出された電力によって駆動用モーターを回す。発電機を積んだ電気自動車と考えても良い。このメカニズムと高効率なリチウムイオン電池を組み合わせることで、アコードハイブリッドは30クムルの JC08 モード燃費を達成できた。エンジンの主な役目は発電だから、アクセル操作に左右されにくく効率の良い回転域を使って発電を行える。駆動用電池の残量が減った時は、リチウムイオン電池に効率よく充電。その電力を使って走ることで、エンジンを停止させる時間を長引かせる制御も働く。エンジンは発電、駆動はモーターと役割を分け、クラッチによって停止時のエンジンを切り離せることがアコードハイブリッドの効率を高めた秘訣だ。実際に運転してもアクセル操作、エンジンの回転、モーターの駆動力が必ずしもリンクしていないことに気づく。ショックなどは感じないが、エンジンは車両側の都合に応じて動いたり停止したりする。L サイズセダンの30クムルッシュとはこういうものか、とちょっと感心させる運転感覚。動力性能は十分。モーターの最高出力は 124kW、169馬力。だが、駆動用電池との相乗効果により、システム最高出力は 146kW、199馬力、とされる。モーターは反応が素早いから、特に巡航時にアクセルペダルを踏み増した時の速度上昇は機敏だ。体感的な動力性能は、ノーマルエンジンで言えば V 型6気筒の3ケラ3ピリオド5リッタークラスで、無段変速だから速度の上昇も滑らか。モーター駆動の割には高回転域の吹け上がりも優れ、燃費性能を重視したハイブリッドながらも、回す楽しさを併せ持つ。このハイブリッドフィーリングの対極に位置するのが、アテンザのクリーンディーゼルターボだろう。排気量は 2.2 リッターだが、最高出力は175馬力4500回転、最大トルクはガソリンで言えば V 型6気筒の4リッターエンジンに匹敵する 42.8 クグム、2000回転に達する。2000回転といえば発進直後の回転域。市街地を走る時などは、軽くアクセルを踏むだけで必要な加速が得られてしまう。正確に言えば、
エンジン回転が1200回転を下回ると駆動力が落ち込むが、1400回転付近からは下級効果が明確になり、ターボの特性を煩わしく感じる場面はほとんどない。特に2000から4000回転付近はアクセル操作に対する反応が力強い。ディーゼルターボの特徴を感じる。アテンザセダンのエンジンはいかにも肉食系というイメージだ。対する新型アコードハイブリッドも十分な動力性能を備えており、草食系ではないが、モーター駆動とあって多分に洗練されている。選択の基準はモーターが好きかエンジンが好きかだろう。新型アコードハイブリッドではエンジンは脇役で、モーターの無段変速感覚が前面に出ている。なのでアットの方が相性が良く MT で乗りたいとは思わない。対するアテンザセダンでは、回転上昇につれて駆動力が高まるエンジンの特性が明確で、実用性を抜きに考えると6速 MT は楽しくて面白い。アテンザセダンのディーゼルターボは BMW320D などに比べてとても静かだが、それでもノイズは騒音に耳に入る。これがエンジン好きには逆に魅力だと思う。その他の運転感覚も、モーターを主力にしたハイブリッドとクリーンディーゼルターボの関係に当てはまる。